日本徳島県鳴門市大麻町日野木大麻町日の木は徳島県鳴門市の大技大麻町日の木とも記載される郵便番号は郵便番号779-0225人口は2275人世帯数は948世帯鳴門市の生誕位置東は坂東谷川をもって大麻町坂東に北はさぬき山脈の分水嶺をもって 北名田町織野に、西は、板野郡板野町に、南は、旧吉野川をもって、板野郡藍住町に接する。北半は山地、南半は、坂東谷川の扇状地からなり、ほとんどが農業地域。北半は、果樹園、南半は、水田地帯となっている。谷間に、農業用ため池が発達している。町内海は、檜木東、檜木西、 日ノ木北の3組に分かれる。南部を JR 高徳線が東西に横断し、その北側を徳島県道12号鳴門池田線と、そのバイパスが並行する。また主要地方道から徳島県道225号日ノ木合泉線が南方へ分岐し、旧吉野川には日ノ木橋が仮設されている。北方へは徳島県道十一号徳島北灘線が、 二つ峠を越えて、北灘町織野へ通じている。第一次世界大戦時のドイツ兵捕虜を収容した、バンドオフ領収容所跡は現在は、ドイツ村公園となっており、近傍には、鳴門市ドイツ館や道の駅第9の里がある。また2006年に公開された映画、バルトの楽園のロケセットを観光化した、アワ大正ロマンバルトの庭があったが、2015年5月6日限りで、 閉園した。また1990年頃より、小建て形式の団地である龍根の森が建設され、新興住宅地として、世帯数や人口を順調に伸ばしつつあるほか、この影響で周囲の施設、道路網等が整備されつつもある。例として、龍根の森北側には、2002年に高松自動車道が開通するとともに、鳴門西パーキングエリア及び鳴門西 BS が、 設置され、ナルト西 BS からは京阪神及び高松方面行きの高速バスに乗車することができ、両前寺への最寄り高速バス停としても活用されている。ドイツ、村公園アザダンの上にある極楽寺へ土器から1889年にかけては万道郡及び板野郡の村であった。漢文4年より板野郡に属す。1889年に道郡。 坂東村の大技となった。1915年11月より坂東町の大技となる。1959年4月に坂東町と堀江町が合併し大魔町が誕生し、道町の大技となる。1967年に大魔町が鳴門市に編入され現在の鳴門市の大技となる。道の駅第9の里バルの庭、ありがとうございます。